一言も言ってねってばよ。俺に化けて何をする気だ。コソ泥一人捕まえに行く。そんなに無なんてナルトならそう言うだろう。学校同じ班になったんだから一緒に。敵か味方か、荒野の賞金稼ぎ。よかったよな、さっきの映画。俺すっげえ感動したってばよ。風雲姫みたいなお姫様、あんなお姫様のために戦えるなら忍者も本望だよ。お前よりも何よりも先に。どうせそんなのは噂だろ。そういうの。もうだからそう言われると俺ってば余計気合が入らねえんだよ。どういうことだよ。どうなってんだってばよ。あ、まだ来たばっかりなのに。じゃってな、姉ちゃん。本物の風姫だよな。よーし、3人とも個性豊かで面白い。まずはこの4人だけでできることをやる。なーに。明日から任務やるぞ。好きなものあれば。芸人になる可能性のあるものを選抜するだけ。サスケの術がこんなあっさり破られるなんて。さてやるぞ。あれに縛り付けた上、目の前で俺が弁当食うから。ズレてんのはそっちの髪型のセンスだろ。本日の課題、それはこの鈴を俺から昼までに奪い取る。奪えなかったものは昼飯抜き。あはははは。これが サバイバル演習だ。よっしゃ、見てろってばよ。なんていうのかな、お前らの第一印象は。はいはい、意気込みはいいがな。車輪ガン。大爆風の術。
茶屋で怪しい奴らがいたんで誰かと思ってた。一体何があった？俺ってばまだ歩けるぞ。俺はただ術を教われていただけだ。俺ってば3年もかけても暇はねえってばよ。これだ。